武蔵野中央公園は東京都武蔵野市八幡田町に広がる芝生が主体の都立公園。武蔵野市には東側に井の頭公園、西側に小金井公園があり、両公園のほぼ中央側に位置している。公園面積は10万898.20平方メートル。樹木数は977本、1万6260株。桜、小奈良、くぬぎ、 き、こぶ拳、花水木、サザンカ、アジサイ、ツツジ等の植物が植えられている。園内には、原っぱのほか、月町台、風を見る丘、遊具広場、テニスコート、ゲートボール場、バーベキュー広場がある。はじめは、芝生の公園であったが、後に草の球場が作られた。元は、中島飛行機武蔵製作所西工場跡。現在も、公園北側に、 旧中島飛行機である富士重工業の社宅がある。戦後、現在の市役所、競技場から東京都立武蔵野北高等学校までの一帯を米軍に接収されており、グリーンパークと呼ばれていた。時と共に順次返還が行われ、武蔵野中央公園は東京都に返還された。ちなみに、現在の武蔵野陸上競技場はもともと中島飛行機のグラウンドであった。 武蔵製作所の跡地の大半は公共性の高い福祉会館、団地、病院、小学校、高等学校など事業に使用されている。なお、一部の土地を国鉄生産事業団が所有していた。これは中央本線支線の武蔵野競技場前、駅跡部分が該当しているため、後、民間に払い下げられている。交通アクセスなど、ありがとうございます。